解説の霊夢です。アシスタントのマリサだぜ。このチャンネルでは、第二次大戦の兵器を中心に解説しているよ。今回は、月刊 CIC1945 年1月号から、日本軍レーダーに関する記事を解説するよ。この号には、捕獲した重要書類の中にあった、日本海軍が行っていた、米軍レーダー対策が載っているよ。また日本軍のレーダー情報か？今回はかなり具体的で、詳しい内容になっているんだよ。その重要書類に書いてあったのか？書いてあった内容を、アメリカが翻訳している記事だよ。この記事の内容は、1943年12月の日付の書類から、日本海軍のレーダー情報を得たらしいけど、序文の冒頭に、帝国海軍の軍人は、艦船と航空機のレーダーについて真剣だ。と、書いてあるよ。米軍から見ても、脅威を感じる内容だったのか。日本軍のレーダーは、我々と同等になると、仮定していた方が良い。とも書いてあるからね。敵を侮ってはいけないということか。ここから先は、書類に書かれていた内容を、米軍が翻訳したものだよ。以下のようなことが、書かれていたよ。現在、艦船用レーダータイプ2マーク2モデル1、とモデル2が、早期警戒用レーダーとして使われている。これは、2号2型レーダーのことだな。これらのレーダーは、射撃用レーダーとしては不適。距離と包囲の精度が足りない。しかし戦況は逼迫している。射撃用レーダーとして使うために、最優先で距離と包囲の精度を高めることが必要。早急な性能向上が望まれる。それでも現在入手可能な装置を、できる限り揃える必要がある。性能向上については、様々な手法が研究されている。マーク2モデル2の波長は非常に短い。しかしこの装置の操作は、非常に難しい。結果として方位の測定は、誤差が大きい。そもそもこの装置は、射撃用として作られたものではない。射撃用に向いてないのは明らか。我々は、技術者が射撃用レーダーを開発してくれることを、確信している。結論。射撃におけるレーダーの価値は、絶大である。現代の戦争の本質が科学戦であるならば、早急に実現しなければならない。レーダーの進歩が、大きな優位性をもたらす。研究と研鑽を重ねて、兵員と機器両方から、最大の効果が得られるよう努力しなければならない。レーダーを装備した艦船は、機体を上回る効果を上げている。しかしレーダーを使うことに確信が持てない、また、厄介なものと考える者もいる。我々は研究と訓練に励み、レーダーに熟達しなければならない。なるほど、この頃になると日本海軍にとって、いかにレーダーが必要不可欠なものになっていたか、ということだな。特に射撃用レーダーの開発が、急務だったようだね。ここからは、対空警戒レーダーに対する対処法だよ。これは序文に。日本軍は、レーダーの能力向上の必要性を意識しているだけでなく、我々のレーダーの効果をなくさなければならないことも知っている。と、書いてあるよ。以下、翻訳された内容だよ。横須賀研究実験ナンバー2というのは、横須賀の海軍航空技術省のことなのか？おそらくそうだよね。1、レーダーの近くを飛行するときは、いかに飛行体系を変えても、探知から逃れることはできない。探知でも同じ。2、非常に低い高度100メートル以下を飛行している場合は、視認される前には探知されないようである。3、爆撃機などの能力を最大限に活かすためには、高高度で接近しなければならない。それは探知を避ける効果的な手段ではない。結果として最も良いことは、可能な限り最大の高度で飛行して、視認されることを避けることである。雷撃機で最も有効なのは、極めて低空30から50メートルを飛行しながら、敵に接近することである。つまり探知されることが分かっている場合は、高高度を飛行して、探知されるのを避けるのは、超低空飛行をするということか。そういうことだね。次は、電探欺瞞視を使ってのレーダー妨害だよ。レーダー妨害といえば、まずこれだよな。電探欺瞞視は、波長の半分の長さの反射紙で、アルミまたはブリキが貼ってある。これを十分な量、侵入する前に広範囲にばらまけば、レーダーの妨害に効果的である。
電弾2万40枚は、陸攻撃機に相当する。編隊の数に応じて、枚数を増やす。60枚で6機分だけども、区別を難しくするため、70から80枚使うべきである。60枚以下だと、航空機と2万機が頻繁に区別されてしまう。9機の場合は、90枚以上使うべきである。2万機の長さが波長の半分ではない場合、その効果は劣る。4分の1の場合、20倍必要。4分の3の場合、3倍必要。波長と同じ長さの場合、1.5 倍必要。飛行艇1機の感度は、陸攻3から4機分に等しい。陸攻1機分の感度は、小型機3から4機分に等しい。レーダーの波長と機種により異なる。これは本当に詳しいな。電弾2万機は、レーダーの波長の半分の長さが、一番効果があったのか。どれくらいの枚数を使っていたのかがわかるのが、興味深いよね。ここからは、射撃管制レーダーに対する妨害方法だよ。米軍のマーク4やマーク12レーダーが、脅威になっていたんだよな。記事によると、いろんな対処法があったみたいだよ。以下、翻訳された内容だよ。波長の半分の長さの2万機を、攻撃進路上に大量にばらまけば、レーダー妨害に極めて効果的である。必要な量は、飛行艇1機または陸攻5機につき300枚である。陸攻6から9機については、数字が読めなかったと書いてあるよ。2万機は、間隔を置いて投下する。1000メートルごとに継続して投下するが、間隔が短いほど効果は大きい。一列編隊で飛行すると、2万機がない場合でも、レーダー妨害の効果がある。射撃用レーダーに対しては、かなりの量の電弾2万機をばらまく必要があったのか。高度の測定を妨害するためには、飛行高度の間隔を500から1000メートルにする。それぞれの機は、レーダーからだいたい同じくらいの距離を保って接近する。と、なっているよ。これは狙いを絞らせない目的なのか？レーダー種が迷ったりするのかもね。方位の測定を混乱させるためには、500から1000メートルの間隔で、水平に並んで飛行する。それぞれの機は、レーダーから同じ距離になるようにする。これらの複合で、編隊飛行をする。つまり上下左右同じような間隔で編隊飛行すると、狙いをつけにくくなるということか。どれくらい効果があるのかはわからないけど、少しでもレーダーに捉えられている時間を減らすことは、できたかもしれないよね。次に、電弾2万機を使った、射撃管制レーダー妨害実験について書かれているよ。空技省でやった実験なのか？そうだと思うよ。どんなレーダーを使ったのかは、書かれていないけどね。以下、翻訳された内容だよ。11月21日に電弾2万機を使った実験を行った結果、高度と方位と距離の測定を完全に妨害することができた。レーダーは、航空機と2万機の中間を探知していた。電弾2万機を使いながら、レーダーを混乱させる編隊飛行を行う実験では、非常に良い結果が得られた。しかしレーダーの位置がわからない場合は、2万機のみでしか良い結果を得られなかった。イギリスは、最近のハンブルグ爆撃では、波長の4分の1から3分の1の長さの2万機を使っているようだが、10倍の量の2万機を使わない限り、良い結果は期待できないだろう。連合軍のドイツ本土爆撃の情報も得ていたのか。最後は、レーダーによる夜間雷撃訓練が行われたという記事だよ。以下、翻訳された内容だよ。11月に行われた、モデル4レーダーを装備した一式陸攻と、97式艦攻が空母砲掌を夜間雷撃するテストでは、次のような結果が得られた。1、月明かり下での雷撃を容易にする。2、暗夜での照明弾を使った雷撃を容易にする。3、暗夜での照明弾なし、超低空飛行で非探知下での雷撃の成功を、飛躍的に高める。4、暗夜での照明弾なし雷撃には、能力が不足している。なるほど。これは実際に行われて、戦果を上げたとされているよな。これらの情報は、捕獲した書類から得たらしいけど、1943年12月という日付から考えて、もしかしたら1944年3月の海軍乙事件で、米軍の手に渡ったという、機密書類の中の一部かもしれないね。あの子が長官が行方不明になった事件だな。
そんな気もするけど、どうなんだろうな。でもこれを読むと、当時の日本海軍が、必死でレーダーの能力を高めようとしたり、米軍のレーダーに対する対抗策を編み出そうとしていたことが、わかるよね。米軍にも必死さが伝わったから、冒頭に侮ってはいけない、というようなことが書いてあるんだよな。挿絵にも、研究と研鑽を重ねて、兵員と危機療法から最大の効果が得られるよう、努力しなければならない。という言葉が添えられているからね。そこに日本軍の意思が集約されていると、感じたのかもしれないな。というわけで、今回もご視聴、ありがとうございました。